ドラビニャックは、フランスの音楽教育者、作曲家。パリ音楽院において、アントワーヌ・フランソワ・マルモンテルとフランソワ・ブノワ及び、アンブロワーズ・トマに支持し、後に自らも、火星法の教師として、母校の教壇に立った。主要な門人にバンサン・ダンディアがブリエル・ピエルネ、アメデー・ガストエ、フローラン・シュミット、フィリップ・ヤルナ・ハラがいる。著作を通じて、 音楽理論家として名を残した。作曲家として広く知られているわけではないが、それでもハッテのためのピアノ曲、ギャロップ行進曲はたびたび演奏されている。指揮者としても活動し、1864年3月にわずか18歳でハルモニウムを弾きながら、ロッシーニの小総言ミサ曲の非公開初演を指揮した。ラビニャックは音楽辞典の編集者であった。 また、リヒャルト・ワーグナーの楽劇を論じた、著作集、バイロイトモーでは、比較的人気があり、ワーグナーのライトモティーフの分析が含まれている。要約された著作、音楽と音楽家は、楽曲構成法や楽曲素材についての概論であり、作曲者の没後も重版を続けた。同書の中で、ラビニャックは、楽器ごとや調整ごとの細かい特徴について、かつて、 エクトルベルリオーズがしたような方法で色分けしている。トロンボーンの音色は、性質上、壮麗で、印象的である。オーケストラ全体を支配したり、超人的な力という印象を引き起こしたりするには、十分に強烈な音色であって、恐ろしげだとか、悲しげであるとか、あるいは息きそであるとかといった印象にもなりうるし、あるいはオルガンのような落ち着きを感じさせることもできる。 トロンボーンは高藤で劇的な表現力を秘めた華やかな楽器なのであり、ここぞという場面のためにとっておかねばならない。ありがとうございます。